1.19。おお、グーグー。OK。邪魔なやつだったら、もうあそこのコーナーの辺に置いといていいよ。そこスペースあるから。そこにスーツケース広げてもう用意しようと思ってるから。持っていくものは、その辺に。それすごいは、やっぱ測りやすいね。6.5キロ。あとでちょっと書いとかないとダメ。足したりしないとダメだから、バスに詰めるのがちょっとめんどくさいんだ。2個までで合計30キロまでなんだよ。飛行機はまた違うけど。ここにちっちゃいフォトカードみたいなの入れて、こっちにパスポート入れたらどうかなと思って、うん、これ今ちょっと違うの使ってるけど、これ持ってきたのと、うん、それとこれ作ったんだけど、ちょっとこれ絶対約束してほしいことがある、うん、これ歯磨きだけど、これ3つしか入れてないから、糸ようじ、うん、ここで使いたいから、ママが、うん、一応パパに言ったらもうすぐ使えるように一袋買っといてくれって頼むけど、わかんないから忘れてるかも。こんなんパパ使わないから。だからもしついて新しいのなかったらすぐにウォルマートかどっか買いに行って、とりあえずこれ全部使って足りなかった時のためにこれ入れてるけど、これ嫌でしょ。まあできる。これすっごい嫌なんだもん。だからなんかデンティストが言うのにはこっちがいいんだって。うん、までできる。あまり悪くないけど。あまり悪くない。ママなんかこれ奥歯。もうどうやったらいいのって分かんなくなるんだ、いつも。やりづらいんだ、うん。でも、とにかくこっちが良かったら、すぐ言って買いに行くように。どっか寄ってもらえるから。うん、多分、ウォルマートが一番安いと思う。うん、で、これ持ってって。でも絶対歯磨きするように。うん、ロングフライトとかで、だいたい乗る前にいつも二人してたでしょ、乗る前には。乗る前には歯磨いてほしいけど、で降りたらすぐってもう磨く時間がないと思うからさ。だからまあ乗る前と向こう着いてお家に着いたら歯磨いてもらいたいんだ。ロングロングタイムだからいろいろ食べるし。それとちょっと待ってて、あれ見てくる。ちょっと今使ってるフェイススクラブ。あれまだちょっとしか使ってないから持ってってもらいたいんだ。あれ男性用だから。でこれね、これもしスペースなかったらもう出してこの中身だけにしてもらいたいけど、うん、これケンちゃんのやつだ。それとこれ、まあどっちでもいい。どっちでもいい。重いからね、ちょっとでも減らしたいかもね。これもし重さがアウトじゃなかったらちょっとこれ持ってってもらおうかな。これカツポンからケンちゃんが行くからね、うん、なんかおめでとうのギフトなんだっけ。みんながお菓子とかいろいろくれたでしょ。すごい、ちょっと見ただけですごいわ、うん、さあなんでしょう、こんなになってんだ。すごいな。開けてみて。ちょっとこれすごいでしょ。いいから開けてみて。もうこんなの見たことない。これ入れ物がもうすごいね。すでに本物の金貨だって。すごい。ゴールドだって。いっぱいだねこれ。でもケンちゃんがおじいちゃんになるまで置いといたら多分すごく高くなってるかも。見せてそれ。でこの会社の名前がね、こういうのをトレードしてるカンパニーのところからちゃんと買わないとダメなの。金とかを売ってるところ。すごいね。こんなちっちゃいけどやっぱり1円とかペニーと違って重いね。へえ、あ、いくらって書いてる。こんなの、あ、来たのそのまま送るから、ちょっと失礼だけど、こんな紙入ってるかもって言ってた。
うわ、高っ。高いね、これ。ママもね、実はね、同じこと考えたんだ。ケンちゃん、あの、コイン好きでしょ？だから、記念に金貨でも買おうかなと思って見たのよ、インターネットで。うん、これすごい高い。なんでこんなお金持ってんだろう。な、何の仕事してんだか分かんないんだ。一応なんかサンキューカード書いてあげた方がいいよ、うん、で時々アメリカとかからもカード送ってあげたらインターナショナルで喜ぶかもよと思うんだ、うん、行く前でも一回書いて、で着いたらまたなんかユニバーシティのあるでしょ、カレッジのポストカードとかあるでしょ、グリーティングカードとか、あんなの送ってあげたらいいよ、写真とかできたら入れて。すごいねこれ、ちょっとびっくりした、この金額、うん、この入れ物がもうなんかすごいね、こっち側もなんかちゃんとベルベットになってる。ママあのジュエリーのこんな入れ物持ってたけど、ここはこんなんだけど、こっちツルツルで何もないんだわ、うん、これにだから持っていくのに大事だから入れといたら高い、この中にこれちょっと取る、びっくりびっくり、ほんとこんな